皆さんこんにちは、ダルマ六代目です。今日は平塚町ゼミっていう企画をですね、平塚市の北口商店街でやってまして、それがね、今年第7回を行うんですけど、これを、来月のね、10月から1日から10月末までで町ゼミ期間っていう感じで、北口の商店街の各お店がね、講座を企画して、で、お客様を呼んでね、町ゼミっていうチラシをですね、すごいよ、でかいんですけど、そのチラシを市内に何万枚ってこう折り込みして、で、まあ、お客さん集めて講座やって、まあ、お店を知ってもらおうっていう町おこしの企画をやってます。で、まあ、その第1回からね、僕は町ゼミにだるま屋として参加してまして、まあ、サポーターもやってるんですけれども、で、10月にうちのお店で2回洗い張り体験の講座をやります。で、そちらがね、もうね、7回ずっと同じことやってるんで、平塚市民の方はもうあんまり申し込んでこなくなったまあ他の講座は結構人気だから、まあ、やっぱ着物、まああと日程が合わないとかね、あるのかもしれないですが、今のところ結構空きがあるんで、YouTube ご覧の方で、洗い張り体験ちょうど行ってみたかったのっていう方で、都合がつく人がいたら、ぜひこの機会に来てほしいなと思って告知でございます。はい。で、お町ゼミ、まあ、町ゼミこういうさ、まあ、他の平塚以外でもやっていて、発祥はね、愛知県の岡崎市なので、まあ、平塚の企画ってわけではなく、全国で行われている町ゼミっていう企画を平塚市でもやってるという位置づけですね。はい。で、うちの洗い張り体験の、日程がですね、10月11日の水曜日の午前中ですね、10時半から1時間っていうのは第1回目で、2回目の日程が10月の26日木曜日、10月26日木曜日の、1時半からですね、1時半から、2時半までの1時間っていう形で、どちらもね、4名様分ぐらいかな、席が空いてるんで、まあ、一応ね、抽選の締め切りが昨日までだったんで、まだ枠空いたから、これは告知しようと思ってですね、こっから先は早いもん勝ちです。早いもの勝ちで、10月の11日の午前か10月26の午後で、着物のね、洗い張りについて知りたいわって方はですね、ぜひ LINE で申し込んでください。はい、別に平塚市民の方限定ってわけではないので、まあ、遠くから来ていただくのももちろん OK です。で、まあ、内容としては、まあ、うちが普段やっている洗い張り体験とほぼ同じなんですけど、まあ、町ゼミを始めたことでね、むしろ洗い張り体験自体もそんなに着物に詳しくない方向けにアレンジしたんで、まあ、スタートは着物ってこういう風にできてるんですよと、洋服とこう違うんだよって話をお店でして、まあ、それが15分ぐらいですかね。で、工房の方に、まあ、うち裏側に工房があるんで、そこで、まあ、洗ってるところとか新縛りとかお見せして、で、最後、まあ、お店に戻ってきて質問を受けたりアンケート書いてもらったりって感じになります。ということで、ご希望の方はですね、ぜひ LINE でお気軽にお申し込みください。あんまり人少ないと寂しいからさよろしくお願いします。バイバイ。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では着物の丸洗い染み抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。